はい、ミンゴルファー雪村です。ランキングトーナメントなんですけども、ちょっとですね、ミンゴル仲間から、そのスペックじゃなくて、もう少しこれから始めた人とかですね、ちょっと前に始めた人と同じような状態、要はそう、ランクとかレベルがそこまで上がっていない人向けに一回ちょっとプレイしてみたら、そういったプレイを望んでる視聴者さんもいるかもしれないよっていう、アドバイスをですね、仲間から言われて、なるほど、ということで、自分のちょっと装備をですね、一回ちょっといろいろとスキルを切った状態でやってみたらどうなるのかっていうのを私もちょっとやってみたいなと思いまして、衣装を着替えてみたいなと思います。まずですね、帽子から、私ね、アーミーが好きなんで、この迷彩系のキャップですね、何も確かスキルがついていない帽子です。トップスですけども、これもシルバーランクの黒い服に、ボトムスは、迷彩柄を持ってましたんでね、この迷彩柄スキル、これもついてないですね、迷彩柄にしてみました。で、グローブは、この黒の革のグローブに切り替えて、シューズも、シルバーランクのこの黒のシューズにですね、はい、着替えてみました。で、アクセサリーはもう外しちゃいます。二つとも外します。はい、降車状態の、スキルがこうなりますね。王家の禁じ手はこれはギアの方ですので、それ以外のものは基本全部なくなる。ますね。で、ちょっとギアの方の変更もやるんですけども、まずクラブが、スーパースナイプクラブに、しています。これもシルバーランクのクラブです。で、ボールがスカラベボールでしたけども、同じくですね、この、スーパースナイプボールですね。で、クラブとボールは今一緒のシルバーランクのものに切り替えました。これでですね、スキルは今、コントロールアップ、ギアのスキルと、あとベアグラウンドが得意というものがついてるだけのスキルになりました。で、パラメータはご覧の通り、パワーが C ランク、コントロールが C プラスランクということになっています。はい、一旦こういう状態で、ザ・ファラオチャレンジに、3回挑戦したいと思います。結構3アンダー取れていってるっていう結果が今出ていまして、ランキング916位っていう状態なんですけども、今からスキルをつけていない状態、ギアも下げた状態で、果たして3アンダーが取れるのかっていうのをですね、3回やって試してみたいと思います。はい、これ最初のホールですね。この辺狙えばいいのかな、この辺かな。これあんまり飛びすぎると木が邪魔になると思うので、この辺のギリギリを狙って打っていってみます。はい、軽く今打ったという感じなんですけども、はい、このくらいでいいんじゃないかなと思います。はい、左側の木ですよね。左側の木に当たらないように、ボールを運んだんですけども、かなり足がつま先下がりなので、左に傾けまして、もうちょいかな。はい、このくらい傾けても多分木には当たらないと思いますね。はい、これでしっかり2オンできれば、バーディーが狙えると。さあ、どうだどうだ。やっぱり、グリーンが受けてますんでね、止まっちゃいますよね。12.5m 残ってます。はい、途端にバーディーが厳しい環境になっちゃったんですけど、でもそんなに芝の動きはですね、ちょこちょこは動いていますけど、ちょっと右に打つかなっていうぐらいで、一回ちょっと打ってみたいと思います。今回打ちました。14センチアップ。どうだ？入らない。はい、2.6 メーターのパットを、はい、入れまして、パーですね。パー発進ということになりました。
まあこれで3アンダーはほぼ間違いなく不可能な状態になったんですけども、まあでも今のちょっとですね、パワーを考えなきゃいけないなと思うんですけど、パワーモードを使っても良かったのかもしれませんね、今のところで。はい、続いてロングホールです。これはもう間違いなく3オン1パットのバーディーということなんで、まあ確実にフェアウェイに残していく、なるべく平らな場所にフェアウェイに置いていくという感じで、まあ3回打っていくっていうことですよね。はい、これ今から2打目です。はーい、お、危ないぞ。おおおおお、呼吸されたら危ないですね。はい、それで今から3打目ですね。で、ここだけはちょっと慎重にいきます。アゲインストでつま先上がり、このくらいかな。で、ちょっと強めアプローチウェッジですね。ちょっとピッチングに変えようかな。はい、ピッチングでいってみます。これでちょっと強めに打って、ちょっと超えるのかなって思う気持ちで今打ってます。どうだどうだ。あー、超えないんですね。手前ですね。まあでも悪くないですね。ただですね、ここの場所はかなり、そう、こうなっちゃうんですよね。左に傾いていますので、このフックラインをどう読むかですね。6センチアップ。どうだ？あ、開いた！よしよしよし。なんとかロングホールでバーディーは取れました。ということなので、ロングホールをバーディーは、このスペックでもいけるということですね。さあ、そしてそしてこの猛暑の3番ホールですね。ファラオスーツを着てませんので、ものすごいサークルの動きが早いのかなと思いますが、まあこれは今までのランキングトーナメントでパターンは多分一緒だと思います。左に4マスか5マスほどずらした状態で、あとはこのサークル合わせですね。これだ、これが。よしよし、なんとかウサギカメ出ずにですね、出ました。どうだ。おー、まあまあまあ、一回目にしてはまずまずですね。今、一番ウッドで打ったんですね。まあ一番ウッドでこんな感じなんですね。はい。そして11センチアップのまたこのフックライン。これ、強烈ですね。そして、出ました、ウサギ。今、ウサギが出なきゃ入ってたな。まあこれは本当確かに難しいですね。やっぱあのスーツのおかげっていうのもあるんだと思います。いつも3番ホールそんなにサークルで苦労したっていう感じではなくやってこれたので、まああのファラオスーツのおかげっていうことですね。ただまあ1打目ミスらないだけ良かったかなと思いますけどね。はい、ということで最初のトライは1アンダーということで3位でしたね。さあ、そして2回目の挑戦です。なんとなくですね、1回しかパワーモードが使えないなとすれば、使うとしたらこのミドルホールですね。一番最初のミドルホール。ちょっと今回パワーモード使ってみたいと思います。はい、ここは、この池ギリギリを狙って打っていきます。はい、でこのくらいでいいと思います。あの木だけ邪魔にならなきゃ OK ですのでね。でここに一回パワーモードを投入したいと思います。で、風向きが左へ向かってて、ちょいつま先上がり、はい、このくらいで、で、パワーマックスいきます。もう一番ウッドなんでね、もうこれ以上はクラブ上げれないので、とはどんだけ近づくか。どうだ？ 4.4 メーター。
さっきよりかは近づきましたね。さっき12メーターでしたからね。よしよし。で、そんなにパットラインも難しくない。ちょいフックなんで、右ですね。はい、フックラインというのは、右から左にボールが傾いているラインのことをフックラインというんですけど、はい。バーディー入りました。よし、これで、1番ホールもバーディーが取れるということがですね、証明できましたね。1番ウッドで1打目打って、2打目も1番ウッドですね。もうドライバードライバーということで、2回連続ドライバーで、パワーモードも使ったという感じですね。まあ、リアルなゴルフではもう絶対2打目をドライバーで打つなんてことはしないんですけどね。はい、では2番目ですけども、2番目のホールですけども、はい、もうここはですね、まあ2打目まではとにかくフェアウェイにしっかりと落とす。ですね。でも大変なところに落としたいんですけども、ここも今から1番ウッドで打ってますんでね、もうとにかく遠くに飛ばしてラフに落ちないこと、これだけですね。もうこれだけ気をつけるぐらいしかもうできません。そして今からこれです。ここの3打目ですね。さっきここ良かったので、同じようにした方がいいんですけども、どうだろう。このくらいかな。つま先上がりですけど、風がアゲインストで、ちょい右に向かって吹いてますんでね。で、さっきもピッチングでちょっと強めに打ちましたよね。同じようにやっていきたいと思います。うん。どうだ、どうだ。さっきくらいまでいくかな。あれ?いかない。ちょっと風が違ったのかな。3.6 メーターか。うん。なんとか3アンダー取るところをお見せしたいので、ここは意地でも入れなきゃ。このフックラインですね。もうフックばっかですね。ずーっとフックですね。うわぁ、むずい。なんかもうちょっとな気がするなぁ。もうちょっとな気がする。どうだろう。やっぱりですね。はぁ、あ。残念ながら、ロングホールはパーとなってしまいました。はぁ、あ、取りたかったですね。まあでも、さっきですね、1回目の挑戦で、ロングホールはバーディー取ってますからね。まあ、とりあえず、バーディー取れるホールで、今のも、まあ、ちょっとパッドのミスよりも、やっぱ3打目のピッチングウェッジのちょっとミスでしたね。あれも精度を上げていけば、もっと近づけるんじゃないかなと思います。そして、3番ホールですね。はい、ここも1番ウッドで打っていきます。どうだ?今度は弱すぎかな。弱すぎか。いや、まあでもいい感じですね。ああ、今ぐらいなんですね。まあちょっと弱かったですけども、もう1番ウッドで打ってますからね。もうなかなか難しいと思うんですけど。さあ今度はこのスライスライン。スライスラインをどう読むか。スライスはフックと逆で、今度は右にボールが行くラインのことを言うんですけどね。スライスラインを。読み切った。読み切りました。よし。これでこの、猛暑の中のですね、この3番ホール、ショートをですね、バーディー取れました。ということで、とりあえず、すべてのホールでバーディーを取ることができたということは、実証できました。いやー、あとは連続でこれをできるかだけのことですけどね。はい。しかも2ですができましたね。2アンダーということですね。はい、お疲れちゃーん。なるほどね。とりあえず2アンダー。じゃあ、最後の1回は、3アンダーを取って締めたいと思いますので、行ってきます。3回目の挑戦です。とりあえず1回目、2回目の、まあ、応用編ということでですね、今から3アンダー取れるところをお見せしたいと思います。はい。もうここも先ほどと同じように。
セミラフギリのところを狙って打っていきます。はい、かなりつま先下がりなのでちょい左、風も吹いてますからね、右から左へ向かって吹いてますから、もう少し左かな。はい、このくらいで打ってみたいと思います。さあ風を運んでくれ あ、しまった、パワーモードにしてない。あー、しまった、このホールでパワーモードを使うっていうふうにさっき言ってたばっかりなのに、応用編でそれやらないっていう一番アホなパターンですね。あー、でもさっき4メーターで今回5メーターなんでね、まあそう変わらないから入るはず。芝もちょっと微妙ですけど、どうだ、チョイスライスと見た。あとはパワーか。どうだ、よし、よし。バーディー取れました。よし、いいぞ。パワーモード、残してのバーディーいいですね。パワーモード使わなくてもバーディーが取れるっていうのも、また一つ達成できました。そしてベストパットとベストインパクトも取れたということで、はい、2番目のロングホールに向かいます。これパワーモード1個残ってますんでね、このロングのどっかで使おうかなと思うんですけど、使うなら2打目かな。まずはここは確実に、フェアウェイに乗せる。そして、ここで、パワーモードですね。で、なるべくグリーンに近いところの、平らな場所だと思われるところに向かって打つと。パワーモードだからちょっと安心して見てられますよね。はい。で、この山の上の辺まで来ましたんでね。ここからあとは、こうなってくるとおそらくアプローチウェッジにしなくてもいいのかな。サンドウェッジでいけるのかな。はい、傾きもだいたいいい感じですね。ちょっと強めに行きます。どうだ、ベタピン来るか、ベタピンに来るか、どうだどうだ、あーちょっと弱かった。やっぱサンドウェッジだともう少しやっぱり強くって、やっぱアプローチウェッジに切り替えてちょい強めっていうのが良かったかもしれませんね。はい、ということでこれですね。またこのフックラインの上り22センチ。さあ、これを読み切れるかどうか。前の人が、あ、なんとかいいですね。難しい。こんくらいでいってみます。22センチ。ちょっと切り替えて、こっちでいきます。どうだ？うわぁ、入らない。うわぁ、惜しかったな、今の。残念、パーでした。ということで、もう3アンダーという道はほぼほぼ閉ざされてしまいましたが、まあでもですね、最後ショートホールしっかりとバーディーで締めくくりたいと思います。よし、そして1番ウッドで、よし、ジャストインパクト。ただフォーミングも何も発動はしないんですが、ジャストインパクト当たれ、当たれないですね。はい、ちょっとこれだけ距離が残ってしまうとバーディー非常に厳しいんですけども、ねじ込みたい、このフックラインねじ込みたいです。
違うかな、違うかな、13センチアップ。おーすごい、ジャストインパクトした。あー、そして入った。おーすげー、すごすぎです。今のラインを入れたのはまぐれなんですけども、自分にびっくりしてます。ということで、2アンダーで4位ということでしたね。はい、これで3回の挑戦が、はい、お疲れちゃーん。はい、3回の挑戦が終了しました。1回目がトータル1アンダー、2回目がトータル2アンダー、3回目もトータル2アンダーということで、3アンダーを出すことはできませんでしたが、ただ、すべてのホールでバーディーは取れましたので、今回のこのスペックでも、3アンダーは、まあ、取れるんじゃないかなと思います。まあ、4アンダーを、まあ、目指すためにはもう、飛距離は絶対に必要になってくるんですけど、3アンダーも、取れてはいくと思いますのでね、ファラオだからといって、まあ、ちょっとやめとこうかなとか、ちょっと難しいから、ちょっと私には無理だっていう方もですね、一度チャレンジしてみるとですね、意外と2アンダー、もう2アンダー3回でも十分だと思うんですよね。2アンダー3回でもしっかりとメダルはもらっていけるランキングにいけると思いますし、うまいこと3アンダー3回取れればですね、1万切りだってできるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひランキングトーナメント皆さん参加していただければなと思います。ではご視聴ありがとうございました。ゆきむらでした。